キュービの今度こそキュービのキス。キュービのキス。彼女を書く。そのためにおで作ったに。うん。俺たちの家は壊させない。何が起きようと、どんな世界でもな。かっこ、小田原城の状況はどうだ。付き添っている氏康殿はおそらく尻尾。まるで北条軍の留守居を欺いたのでしょう。尻尾を退治しながら狐狩りか。必ず仕留めて封印してやる。私が出よう。この霊、わらわを封刃とするか。いまいましや人の子らめ、残らず返り討ちにしてくれよ。いえ、まだしもべたちよ。慌てるなバカ。ここが化けてるに決まってんだろ。キュービの狐の妖狐を徹底的に損。奴の尻尾は全て打ち倒せ。尻尾は9本でしたか。全て倒すのは少々骨が折れます。昨日は一陣口の死ぬ。およく超イカス、やっぱてっぺん狙うお方は人は手使うぜ。この方に背負う重きにのため、むしろを通すわけにはいかぬのだ。お前は何を背負ってるんだ。キツネの尻にくっついてるだけだろうが。執着至極に存ずる。およく私が一歩及ば、なんだか阿南憎き。天守へ向かうぞ。キュービの狐を追い詰める。俺の城を争うってのか。身の程を知るがいい。さあなあね、この屈辱忘れまじ。敵将、私が討ち取った。俺が出る。秀吉が相手をしちゃるわ。今度は秀吉様に化けた。倒すしかないな。これは気が重いな。やられてみまったか。あら、悔しい。ええ、来るでないわ。あの身など封じられてなるものか。ええ、孤爵な。おめらごときに囚われるものか。また逃げた。しかし私の偽物とは奴も余裕がない。これ以上逃げられないようにしましょう。いや、城の周りを包囲してみる。執着至極に存ずる。かかってこいよ大バカども。腹の立つ野郎だ。クマか。私が出る。何かよ。いいな、ただ終わらせぬわ。私が出よう。次は気を引き締めていかないと。敵将、勝ってやった。人の子らめ、許すまいぞ。今こそ、わらわが召してくれるわ。あれ、わらわは封印なぞされぬ。
そろそろあげようか。わらわを捕らえようとして戦略ことに。ひざまずけ。貴様らはここで終わりだ。およく私が出よう。あのキツネ女、また逃げやがった。この私が負けるだと。なんということじゃ。しかし方位は固めてある。逃げる隙はなかった。四天童子とオロチも出してきたか。上等。さすがですが、将兵らの士気も高まりましょう。落とされたいのか。私に挑む。落とされたいのか。貴様は何なんだ。死に場所を得たわ。に片付けない。私が出る。撃傷撃ち取った。偽物とはいえさすがの威圧。私たちを押しとどめることはできん。ここが地獄だ。さすがに良い働きをする。お前のいない戦場など考えられん。私の手を近寄るでないわ。いい加減偽物と戦うのも飽きた。ここで終わりにしてやろう。嫌じゃ。鏡の中は嫌じゃ。倒した。今こそ鏡に封印してくれる。城内にキュービの狐が現れました。北西に向かって移動しています。何、まさか倒したのは偽物。尻尾を自分に化けさせ、ほとりにしたというのか。キツネが小賢しい真似を。急いで追うぞ。お呼びか。終着至極に存ずる。私が出よう。この私が真の三国無双。満身創痍でなおも吠えるか。すぐに断末魔を上げさせてやる。あるあがきもその辺にしておけ。一刻執着をつけてやる。さすがですな、将兵らの士気も高まりましょう。消えうせろ。私が討ち取った。嫌じゃ。ついに九尾の狐を捕らえた。これで混乱も収まりますね。さあ心境に封印しましょうか。たわいもない。よし、これが俺の望んだ成果だ。
お見事でございました。くれた。天帝になり変わり礼を言わせてもらう。お主らも知る通り、こたびの騒ぎは横島な願いと些細な行き違いから生じたものじゃ。じゃが雷動する思いと力はいかなる苦境をも打ち砕く。それをお主らはわしらに示してくれた。ああ、願わくは人界も仙界もそのようにあり続けたいものだ。さあ、あなたたちと世界とをあるべきところへ返しましょう。それが天帝、そして私たちからのお礼です。どうか良い日々を紡いでください。あるべき時、あるべき空の下で。しない座教ではあったな。